BLM の表彰庫有地測量システムとは、アメリカ合衆国の土地区画を測量、識別するための方法の一つで、特に農地や、非居住地、未開の土地の権限証書のために使用される。その基本単位は、タウンシップとセクションである。区形測量システムとも呼ばれるが、曲折測量のような低形測量法が使用される場合もある。PLSS は、 世界初の厳密に設計された測量システムかつ国家的な地積図測量であり、さらに農地改革のための基盤としての諸外国の公務員による研究対象でもある。PLSS で使用される測量方法の詳細は総合土地事務所発行の手順書で説明されている。最新版はアメリカ合衆国公有地の測量手順書1973年版で、 合衆国政府印刷局から出版されている。土地管理局は2000年に手順書の更新版を準備中であることをアナウンスした。随一、PLSS による測量実施と各州の主計戦、規制、PLSS は1785年の公有地条例によって導入され、その後、総合土地事務所と土地管理局の発行する業務方法書と、 測量手順書によって少しずつ変更、拡張されてきた。ペンシルベニア州西部から南はフロリダ・アラバマ・ミシシッピの各州、西は太平洋、北はアラスカ州の北極地域まで合衆国のほとんどの州で使用されている。13植民地の領土拡張北西。このシステムでは現地にある標的や人手による境界に基づいて境界線が定義されたが、 大抵は地形図に基づいていた。このシステムを使った説明は、例えば次のようなものであった、マディー川とインディアン川が合流する地点から1マイル上流の、マディー川北岸の地点から北へ400ヤード進み、次に大きな岩まで北西へ進み、その後大きな多くの木まで西へ、さらにマディー川まで南へ、最後にマディー川の中央を下って、開始地点まで戻る。土地境界システムは、 特に、ニューイングランド地方では、町の土地図によって補われた。このシステムでは、通常4から6マイル四方の区形の町が定義されたが、その町の中では全住民の所有地を把握するために1枚の地図あるいは土地図が使用されていた。しかし、土地境界システムには、次のような問題点があった。加えて、記録を取る人々が足を踏み入れるまでは利用できない。 という問題もあった。1783年のパリ条約でアメリカ合衆国の独立が承認されるとイギリスは五代湖の南、ミシシッピ川の西の土地をアメリカ領とすることもまた承認した。大陸会議は新しい国土の測量、販売、定住を管理するため1785年に公有地条例を1787年に 北西部条例を相次いで可決した。13植民地は、その領土の西側部分を連邦政府に寄付し、新しい州に土地が提供された。それらの土地には、北西部領土、ケンタッキー州、テネシー州、アラバマ州、そしてミシシッピ州が含まれる。土地を最も多く手放したのは、バージニア州だったが、同州は、当初、 北西部領土のほとんどとケンタッキー州の領有権を主張していた。西部の土地の中にはバージニア、ペンシルベニア、コネチカットの3州によって要求された北西部領土のように複数の州が領有権を主張した土地もあった。これら3州は太平洋に至る土地でも領有権の主張を続けた。オハイオ州イーストリバプールにある 合衆国公有地測量開始点の石踏み新しい区形測量システムである PLSS による初めての測量はセブンレンジと呼ばれるオハイオ州東部で行われた。合衆国公有地測量の開始点が国定歴史建造物に登録されている。オハイオ州ではいくつかの大きな区画で測量されたが、それら全体はオハイオの土地として知られ、 独自の敬戦と規戦を持っている。初期の測量、特にオハイオ州での測量は質よりもスピードが重視された。このため初期のタウンシップやセクションには規定の形や大きさから外れたものが多かった。開拓が西部へと進むにつれスピードよりも正確性が重視されるようになった。さらに州レベルあるいは複数州にまたがる説明を行うため、 南北方向の主要線と東西方向の基線が定められ、システムは簡略化された。例えば、一本のウィラメット系線は、オレゴン州とワシントン州両方にまたがって適用される。軍の境界線の多くはこれに基づいて決められたが、中西部及び西部で区形の形をした軍が多いのは、このためである。PLSS は、ほとんどの州で利用されているが、ハワイ州、 テキサス州及びが州国独立時の13、植民地の地域では使われていない。それら非運用地域は、現在の州でいうと、ジョージア州、コネチカット州、デラウェア州、ケンタッキー州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニュー,ー,ー,ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、 テネシー州、バーモント州、バージニア州、ウエストバージニア州である。ジョージア州のチェロキー郡では、土地の名称として、セクションという用語を使用しているが、PLSS で使用される、セクションと同じ地域を定義していない。その他の州における、PLSS 適用の例外を以下に示す。図に、PLSS の概要、PLSS によりある地域を測量する場合、 複数ステップによる手順に従う。まず最初に、いくつかの比較的大きな地域に2つの基準となる、測量線を引く。気線は東西方向に、主系線は南北に引かれる。これらの2つの線は基準点として知られる場所で交わる。次に、一定間隔で、気線と平行の標準平行線を引く。これら形線、気線、そして、標準平行線により、 測量対象となる地域の上に格子が形成される。そしてさらに、その土地を36平方マイルあるいは各辺6マイルのサーベイタウンシップに分割する。この作業は6マイル間隔で、基線、主計線と平行にレンジ線を引くことによって行われる。最後に、タウンシップは36のセクションと144のクォーターセクションへとさらに分割される。 通常、連邦政府は、クォーターセクションレベルまでのみ測量し、それより、小さな区画は必要に応じて、後で個人の測量技師や会社によって測量される。図3、標準的なサーベイタウンシップにおける、セクション区分けタウンシップとセクションは、基準点からのタウンシップの相対位置と、タウンシップ内のセクションの位置に基づいて作印付け、される。タウンシップ、レンジ、セクションは、 それぞれ T, R, S と略記され、基準点からの移動は N, S, E, W で表現される。また、各種形線は、それぞれ独自の省略型を持つ。例えば、S13R20ET1SMDM は、タウンシップ1南、レンジ20東、セクション13、ディアブロ山主形線あるいは、基線から南に一番目勝つ。 主継線から東に20番目のタウンシップの第13セクションを意味する。タウンシップ中のセクションは牛行式に数えられる。北東の角から始めて最初の行では東から西に向かって数える。2番目の行では西から東に数える。このように南東の角の第36セクションまで各行ごとに方向が互い違いになる。距離は 米国測量マイル。国際マイルとは約 3.22mm 異なる。このように PLSS の計測単位が測量マイルであることが米国における所有地権限においてメートル方表示に切り替えることの障壁の一つになっている。レンジ線同士の交差する地点はタウンシップコーナー、セクション線と他のセクション線やレンジ線の交差する地点はセクションコーナー。 2つのセクションコーナーの中間地点は、クォーターコーナーと呼ばれる。これら各コーナーでは、その位置に印をつけるため、コーナーモニュメントが地面に設置される。これらのモニュメントは、法的拘束力のある印であり、その土地を売却したりその土地に定住したりする、目的で所有地の境界線を定義するために使用される。他のほとんどの測量仕様と同様、 コーナーの印は時代と共に変更されてきた。19世紀においては、それらのモニュメントは、ほとんどの場合、石の杭、木製の標柱、あるいはそれらの組み合わせだった。使える場合は木もまた使われた。20世紀になると、多くの石によって支えられたプレート付きの鉄製の杭が使われるようになった。モニュメントを証明するため、近くにある木、岩、 王などに印が付けられた。証拠物体の正確な位置とそれらに付けられた印は測量技師の公式野鳥に記録された。証拠物体となった木は通常ベアリングトゥリーと呼ばれるが、その法的な目的のためだけではなく、歴史的な森林植生を守る観点からも極めて重要なものと認識されている。証拠物体は、たとえモニュメントが破壊された場合でも、 測量技師や地主が本来のコーナーモニュメントの位置を発見できるように定められる。不法居住者やホームステッド法による入植者たちがこういう事情と証書によって彼らの居住が脅かされると感じた場合、コーナーモニュメントを破壊することは珍しいことではなかった。このため、コーナーモニュメントあるいは証拠物体の破壊は連邦法を違反とされている。 インディアナ州西部にある土地測量のための標積講師は区形で地球は丸いので周期的に調整が必要となる。これが必ずしも全てのセクションが1平方マイルでなかったり、全てのタウンシップが正確に36平方マイルでなかったりする理由である。これらの調整は各タウンシップの内部で行われる。南東のコーナーのタウンシップからそのタウンシップの セクション測量を開始し、北東のコーナーに向かって連続的に移動する。セクションの最北及び最西の列は、1平方マイルから外れることが許されるが、残りの25個はこの限りではない。この方法により、湾曲効果を調整すると同時に、角の妥協なく、測量中に生じた誤差の補正が行われる。PLSS では、 例えばある10エーカーの区画の説明は NW1、4SW1、4SE1、4SEC22T2SR3E となる。この説明は右から左に向かって解釈される。この場合、まず東方向に3番目のレンジ線と南方向に2番目の基線で指定されるタウンシップ内の第22セクションを示す。 次にそのセクションはクォーターに4分割され、この場合は SE クォーターセクションとなる。そのセクションは再びクォーターに4分割され、この場合は SW クォーターとなる。最後に、さらに再びクォーターに4分割され、この場合は NW クォーターとなる。この例を人間の言葉で言うと、南に2番目の基線。 東に3番目のレンジ線に位置するタウンシップの第22セクションの SE クォーターの SW クォーターの NW クォーターということになる。クォーターセクションの南半分を指す S といった表記を行う説明もある。ある地域が人の定住するタウンシップになるとレンジ線と規制による番号の代わりにそのカウンティ名が使われるようになったが、双方は後からでも変換することができた。 以下の表は PLSS における距離や面積を示す。1785年の公有地上例、このため同セクションはしばしば学校セクションと呼ばれた。州や軍の中にはこの規定を無視したり独自に変更、改定したりするところもあったが、本来の目的は将来の学校収入及びすべての生徒の中央に校舎が配置されることの保障であった。オハイオ州。 カレッジタウンシップは高等教育のための土地割り当ての例として知られている。クォーターセクションに分割された農地通常、道路は1マイルごとのセクション境界に沿って計画されるため、都市部の拡大はマイル単位のブロックによる道路グリッドを形成する。このような都市部の道路は幹線道路あるいはセクション線道路と呼ばれるが、通常その計画は 自動車による移動が優先され、自動車以外の移動手段に関する配慮は限定的である。第二次世界大戦後、幹線道路沿いや、その交差点で大規模開発が行われた一方、他の地域は、学校、宗教施設、公園などとともに、住宅地として開発された。このような例として、デトロイトのマイルロードシステムがある。都市部近郊では、幹線道路は、 1> 約1、2マイル間隔で配置されていることが多い。厳格に統制されている都市の構造は、所有地の利用目的を規制し、幹線道路の位置を基準に境界が定められるという、幾何学的ゾーニングの厳密な実践を反映したものである。PLSS は、米国の歴史と文化の重要な一部分である。時々、米国映画で耳にする、証券用語の、ロアー40。 フロント4都市定住奨励政策もまた PLSS に基づいていた。1862年のホームステッド法では、リンカーン政権の間、各定住者に160エーカーの土地、還元すると、クォーターセクションが与えられた。後のホームステッド法改定では、640エーカー以上というさらに広い土地が与えられた。これは、 すでに定住済みの土地に比べ、多くの場合、これらの土地は農業よりも放牧により適していた。ありがとうございます。